土砂降りだけどシャトレーゼ行くぞーって言うから、おーって言って。え？言わなくてもいい。行くよ。せーの。土砂降りだけどシャトレーゼ行くぞー。7月、どういう動画作ってったらいいと思う？わかる。流しそうめんってできっかな、うちで。夏といったらでもあれじゃね、やっぱり花火もいい。あ、そうそう、花火、花火、花火もいいですね。お母さん打ち上げ花火どこから見るタイプ？下から。じゃあ今から英語禁止でおしゃべりしましょう。じゃあ今からスタート。ああ、よーい、はじめ。今日朝ごはん何食べた？黒いものを。黒いもあの苦いやつでしょ。たまに牛乳とか入れて。私は入れませんか。到着しました。ということで目的地のシャトレーゼに到着いたしました。なんでもジョブチューンで紹介された商品があるってマジ？いっぱい美味しそうなあったけど何から食べたい？プリシャトレーゼの購入品食べていきたいと思います。まずはこちら、絞りたて牛乳バー。めちゃくちゃ溶けてるんですけど、いただきます。ラー、濃厚で美味しいんです。続きましてこちら、チョコバッキーバニラ。母親が一口食べます。美味しい、美味しそうです。何これ、チョコのバキバキ食感がたまらないんです。でかくか。続きましてこちら、ジョブチューンで1位になりました北海道バターどら焼き。中身がこんなになってますね。一斉ので食べる。それでは早速いただきます。あらー、バターとあんこの相性が抜群なんです。続きましてこちら、特選よもぎ香る草餅。それでは早速いただきます。あらー、もちもちしてて美味しいんです。続きましてこちら、無添加契約農場卵のプリン。これはね、母親が食べたいっていうんで母親に全部あげます。美味しい。最後がこちら、スペシャルいちごショート。それでは早速いただきます。あらー、クリームたっぷりで美味しいんです。せーの、せーで、ごちそうさまでした。ということでシャトレーゼさん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は彼女とシャトレーゼデートに行ってきたんですけど、とっても美味しいものばかりで楽しかったです。お父さんはシャトレーゼの思い出ありますか？もう一回、もう一回。